のワークス。はい、どうもすぐるです。今回はこちら、これパッと見でなんだかわかる人いらっしゃいますか？これハイエース乗りの方だったらかなりおすすめな便利グッズなんです。ということで今回はこの便利グッズ紹介していこうと思います。はい、実はこの部品どこに使う部品かというとこちらですね。ナビの取り付け位置の上につく物置兼バイザーでございます。実際ねこれ4型だと若干インナー変わるのかな、あの内張りの内容が変わるのでちょっと浮いてしまう印象もあるんですけども、実はこの部品スグルの父親が以前使っていた3型のハイエースの時から使っていたものなんですね。これをつけると何がいいかっていうと、ここが物置になる、プラスナビが日差しなんかで見えにくくなることを防ぐバイザーの役目をしてくれるっていうことなんですね。で実際に取り外した時、裏面に両面テープが貼ってあってね、両面テープでこうやって貼り付けるような状況になっていたんですが、両面テープ剥がして古くなってしまってるっていうことなので、今回は両面テープをしっかりねもう一度貼り直してこの位置に貼り付けてみたいと思います。はい、ということで実際にこちら両面テープで貼り付けていこうと思います。でね、今回使ってるこちらの両面テープなんですけれども、これエーモンさんから出てる強力両面テープ使ってます。これ両面テープかなり質が良くてね、物は 3M のものなんですけど、剥がす時もベトベトと糊の部分だけ残っちゃうようなものではなくて、剥がれる時も糊残りなく剥がすことができて、しかも強力に貼り付けることができる両面テープですね。今回はこちらを使っていこうと思います。はい、ということでこれ全体にね両面テープ貼り付けました。あとはねちょっとこちら側の台座にもしっかりと貼り付くようにこすりつけてあげてから、ダッシュボードに貼り付けていこうと思います。はい、ということで綺麗に剥がれたんで、あとは位置決めをして貼り付けていくだけです。はい、ということでしっかり貼り付けることができました。こういった形でねしっかりと貼り付けることができました。まあ、若干ねここの内張りというかここのね木目調のパネルのせいで浮きが出てしまっていますが、しっかりと収まってるかと思います。こうやってねナビを起動させた時に、まあ外からのね、今は夜なんであれなんですけど、外からの日光が強い時にねナビ画面っていうのを見えにくくするのを防ぐためのバイザーの役割と荷物置きの役割しているということですね。でこちらのこのパネルなんですけれども、あのスグルもねどんなものかなって調べたら、このタイプじゃないものもいくつか売っていました。値段もねそれぞれ少しずつ違うんですけれども、どれもね5000円もしないような金額のものです。あの実際にねハイエースなんていうのはこういったところだったりとか、こういったところだったり収納っていうのはかなり多いかなっていう印象を持つんですけれども、意外と助手席側には収納多いんですけど、運転席側って収納あんまり見当たらないんですよね。まあ実際にねセンターコンソールなんていうところにはこういったところだったり、このサイド両サイドにありますね、この両サイドのところだったり、ここあとはまあこういったところの中、このドリンクホルダーなんていうところでも収納が多いんですけれども、プラスアルファねこちらに置いておけるトレイが一つあって、さらにサンバイザーとしての役割も果たすなんていうところがあればね、あの5000円もしない金額、安いのだとね3000円台ぐらいで売っていたので、そういったものがここに取り付けられるんだったらかなりいいんじゃないでしょうか。スグルもこちらおすすめの商品になっております。でね実際にこのタイプだけじゃなくていろんなタイプのものを売っていたんで、ブログの方でもねこちらスグルが見て、あこっちこれいいななんて思ったおすすめのものも一緒に紹介しておくので、よかったらご覧になってみてください。はい、ということで今回は4型のハイエースのダッシュボードのナビの上のパネルですね、サンバイザーと物置っていうものを紹介してみたんですが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったっていう方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。グッド評価も合わせてお願いいたします。今回こちらの紹介した商品、ブログでもねおすすめの商品と合わせて紹介しております。本当にねスグルがおすすめしている商品のみをこちらの方で紹介しておりますので、よかったら参考にしてみてください。その他にね Twitter、Instagram でも YouTube の動画では紹介していない裏話なんていうところも公開していたりしますので、ぜひともそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。